皆さんこんにちは。今回は6月12日から21日までのニュースをお伝えします。ではラインナップをご覧ください。トップニュースはヤシオスコヤカ園開園式の話題をお伝えします。トピックスでは品川シルバー大学ふれあいコース講義、住み続けたい街品川、高年齢者の方の合同就職面接会の話題を、品川の風景、今回は戸越公園の水辺をお楽しみください。その他ご覧の出来事をお伝えします。では最初のニュースです。ヤシオスコヤカ園の開園式が行われました。まずはそのニュースをお伝えします。6月18日ヤシオ若葉幼稚園とヤシオ南保育園が一体となった幼保一体施設ヤシオスコヤカ園の開園式が行われました。開園式を行います。4月1日に開園したヤシオスコヤカ園はヤシオ若葉幼稚園の施設にこれまでも交流を重ねてきたヤシオ南保育園を移転し、区内6番目の幼保一体施設として開設。0歳から就学前までの乳幼児期に一貫した保育教育を行う品川区独自の施設です。この自然豊か丸山園長は自然豊かなヤシオで地域の皆様に見守られ、子どもたちはたくましく成長していきます。教職員も保育教育それぞれの専門性を生かしながら子どもたちのために努力していきますと今後の抱負を述べました。努力してまいりますことを約束して園長式辞といたします。続いて浜野区長が園児たちにメッセージを送りました。品川区の教育方針として、この一生懸命毎日毎日この幼稚園に通って大人になって幼稚園の時のことを思い出して、あの頃は楽しかったな、そんな風に思い出すことがあるのではないかと思います。どうか精一杯楽しんで、そして精一杯成長してほしいと思います。最後に園児たちが元気いっぱいの歌声を披露し、式は終了しました。続いてはトピックスです。品川シルバー大学ふれあいコース講義、住み続けたい街品川の話題からご覧ください。6月12日区役所で品川シルバー大学ふれあいコースの講義が行われました。それからもう一つはですね、暑さ対策と書かせていただいて、ふれあいコースは品川シルバー大学で3年間で体系的に学習を深めるふれあいアカデミーの1年目の学習です。転出が2万8000人前後ということで、学長を務める浜野区長は、学ぶことは素晴らしいことです、しっかりと学んでいただき卒業後も語学友との交流を深め活動を続けてくださいと挨拶しました。今回は区の計画担当課長が講師となり、住み続けたい町品川をテーマに講義、長期基本計画や重点施策などについて説明し、参加した皆さんは話を聞きながら熱心にメモを取っていました。6月14日キュリアンでおおむね55歳以上の方を対象に高年齢者の方の合同就職面接会が行われました。この面接会は品川区社会福祉協議会サポ品川の主催で、ハローワーク品川、東京仕事財団、品川区シルバー人材センター、品川区の共催により
年2回実施しています。面接会は就職を希望する参加者と複数の企業とが直接面接を行うため、就職希望者にとっては就職につながる良い機会に、企業にとっては働くことを希望している方に出会える機会となっています。今回は28事業所が参加、就職希望者は履歴書を持参し、仕事内容や勤務時間などの説明を受けながら面接を進めていました。やはりですね、まだまだこれから仕事をしたい、健康で仕事をして続けたいというような方が多数いらっしゃるということが分かりましたので、今後とも続けていきたいなと思っております。次は品川区ホッケー教室などスポーツの話題を2つお伝えします。6月16日学校法人小野学園で品川区ホッケー教室が行われました。この教室は公益財団法人品川区スポーツ協会と品川区が主催、東京2020オリンピックの区内開催競技であるホッケーを多くの人に知ってもらい、競技に親しんでもらうことが目的です。講師は女子ホッケー元日本代表でオリンピック出場経験のある松原さんと、ホッケーのクラブチームメトロ東京ホッケー&アスリートクラブの皆さんです。今回は子どもから大人までおよそ80人が参加し、ホッケーの基礎について学習。スティックの扱い方に慣れてきたら、パスやドリブル、シュートを練習しました。最後はミニゲームを実施。シュートが決まるたびに歓声が上がるなど、参加した皆さんはホッケーの魅力を体感し、楽しい時間を過ごしていました。6月20日三木小学校でオリンピック・パラリンピック教育の一環として、アスリートと児童が交流する夢・未来プロジェクトが行われました。この日訪れたアスリートはアテネと北京パラリンピックにおいて男子車椅子バスケットボールの日本代表として出場した森紀之選手です。夢未来プロジェクトは、幼児・児童・生徒がアスリートなどとの交流を通じてスポーツの素晴らしさを実感し、夢や希望を持ち続けることができるよう、東京都教育委員会と生活文化局がオリンピックやパラリンピック出場経験者などを学校に派遣する事業です。自分の夢、僕はパラリンピック出るってことが一つ夢だったんですけれども、何でもいいのでみんなに夢を持って頑張ってほしいなっていうのが一つですね。あとはその諦めない気持ちを常に持ってほしいなと、あとやりたいことをすごくやってほしいなというふうに思ってやっています。この日は森選手の誕生日、児童全員でハッピーバースデーの歌をプレゼントしました。講演の後は 5,6 年生がグループに分かれ、車椅子体験とパイプ椅子に座った状態でのシュートに挑戦。座った状態だと足に力が入らず、なかなかシュートが決まりませんが、徐々にコツをつかんでくると、子どもたちはゴールを決めていました。やっぱ普通のバスケットボールはジャンプするけど、ジャンプしないからなかなか入らなかった。
車椅子を操作するのがとても難しくて、操作しながらバスケするっていうのはとてもすごいなって思いました。森選手が、最初にお手本として遠くからボールを投げていたんですが、車椅子に乗りながらやってるのがすごいなと思いました。次は品川の風景です。今回は戸越公園の水辺をお楽しみください。次は品川水族館で開催中のイベント、まるで満天の星、七夕水槽とメダカコレクションなど4つの話題をお伝えします。品川水族館では7月7日まで七夕にちなんだ期間限定イベント、まるで満天の星七夕水槽を開催しています。体表面の水玉模様がまるで天の川の満天の星々のように見える花びらうつぼ、身を守るために花びらうつぼに似せていると言われている霜降り七夕魚、観賞魚として人気の天の川天竺鯛、名前に七夕と入っている七夕魚など、七夕にちなんだ生き物を七夕水槽で展示。水槽の横には短冊コーナー、願いを書こうのコーナーも設置されています。また9月9日まで品水メダカコレクションも開催。昔から馴染みのある在来種のメダカのほか、近年人気が高い品種改良のメダカや旧メダカ目の卵生メダカなど、およそ20種類のメダカを展示していますので、七夕水槽と合わせてお楽しみください。6月15日、東大井児童センターでワイワイフェスタが行われました。これは子どもたち自らがお店で商品を販売するなど、イベントを盛り上げることで友情の輪を広げてもらおうと毎年開催されています。オープニングは子育て中のママたちで結成し、区内の児童センターで活動しているにっこり音楽隊の皆さんによる演奏会。子どもたちも一緒に歌ったり踊ったりしていました。会場には綿あめや駄菓子などいろいろなお店があり、売り子は子どもたちが務めました。またペーパージオラマコンクールのプラレール部門でグランプリを受賞し、
江ノ電江ノ島駅に展示が決定した作品が紹介されました。他にも中高生バンドが演奏を披露するなど、学年に関係なくみんなで楽しめるイベントとなりました。6月16日キュリアンで品川区合唱祭が行われました。このイベントは品川区合唱連盟と区の共催、区内で活動するコーラスグループなどに大きな舞台で日頃の練習の成果を存分に発表してもらおうと毎年2回開催されています。合唱祭はじめに浜野区長が音楽を通して人生を2倍も3倍も楽しいものにしてくださいと挨拶しました。3倍も楽しんでいただければ素晴らしいなと思う次第でございます。122回目を迎える今回は、特別参加の4団体と合唱連盟に加盟の25団体合わせて29団体が参加。小学生から高齢者の方々まで幅広い世代のグループが出演し、ホールにはコーラスが奏でる心地よいハーモニーが響き渡っていました。最後に品川区出身で若手新進気鋭の作曲家として活動している土田豊隆さんが作曲した品川区合唱連盟60周年記念色作品、朝に同声合唱混声合唱とピアノのためのを土田さん指揮のもと全員で合唱しました。素晴らしかったです。いろんなグループが出ていて、歌が綺麗でしょ、で詩がとてもいいでしょ、心が洗われる感じがしましてね。みんなとハモって気持ちよく、いろんな新しい曲も練習できるので、それは楽しみです。6月19日荏原第三地域センターで青少年健全育成懇談会が開催されました。これパンフレットの一枚目なんですけれども、これは青少年対策荏原第三地区委員会が主催、小中学生の保護者を対象に地域の子どもたちが健やかに成長するためにはどうすればよいのかを講演会を通して知ってもらうことを目的に行われ、97人が参加しました。一番最初にその絶望するんですよね、いらっしゃいますかね。 NPO 法人アクセプションズの黒木さんが、ダウン症のある方と共に暮らす心豊かな社会、NPO 法人アクセプションズによる実践とメッセージをテーマに講演。 Facebook とかブログでどんどんですね、侵食されていく中でいくと、そういう考えで講師自身ダウン症の子どもを持つ親としての経験を話し、参加した皆さんは熱心に聞いていました。紀元前1500年だと思う方いらっしゃいますか。今回のニュースは以上です。次回は7月6日から杉良太郎さんらによる特殊詐欺防止イベントの話題などをお伝えします。 CM の後は特別番組と区からのお知らせをお送りします。引き続き品川ホットホットお楽しみください。こんな風に満開になるんです。ここにもここにももっと桜があるといいよね。皆さん、ふるさと納税で品川の水辺を桜でいっぱいにしませんか。記念品もご用意してます。詳しくはこちらまで。